この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。愛媛 FC の2019シーズンがスタートしました。沢井健太監督に今シーズンへの抱負などを聞きます。監督よろしくお願いします。まず開幕戦ホームにニジニアスタジアムにジェフユナイテッド千葉を迎えてのゲーム、結果は0対0の引き分け、スコアレスドローとなりましたが、振り返っていかがでしょうか。そうですね、6000人以上の、ファンサポーターに来ていただいて、その方々に勝ち点差を届けたかったんですけれども、まずはやはりそれが、ね、達成できなくて、申し訳ないなと思います。ただ、内容の部分は非常に、あとは決めるだけというような、展開にもなりましたし、そこの、本当にワクワク感というか、そういう部分は、見せれたと思うので、こういうふうな、ゲームを続けていけたらいいなと思います。そのゲームの中で見えた課題、収穫、それぞれどんなところだったでしょうか。課題はやはり得点を取る、そこの部分かなと思います。でそこの部分は、ね、もちろんサッカーで一番難しいので、ただやはり、その部分をもっともっと改善していかなければいけないかなとは思います。で収穫に関してはその得点を取るまでの、道というか、そういう部分は非常にスムーズにいくようになったので、そこは本当に、日々のトレーニングで、ね、やっていることが出ているので、それはもう非常に収穫としては、残ってますね。はい、河合監督ご自身、この愛媛 FC 監督として2年目のシーズンとなりますが、この新シーズンに向けてどんな風な準備をされてきたんでしょうか。そうですね、準備、まずはやはり選手が1年を通して戦える体を作ること、そしてやはり選手たちと、大きな約束事を、共有すること、そこの部分を、僕自身の中ではテーマとして、このシーズンまでのトレーニングは、行ってきましたね。はい、一番大切にご選手に伝えてきていることというのはどんなことですか。一番大切にしているところはやはりボールを大切にするというところ、それは僕の中の、哲学的なものであり、でやはりそこからすべて、物事を考えて、言葉だったりトレーニングの中身も決めてますので、やはりそのボールを大切にするというところが一番、大事かなと思います。この河合監督の思いというのがもう選手一人一人にこう伝わっているというか、本当にこの河合体制でチームがぎゅっとまとまっているなという印象を受けるんですが、いかがでしょうか。そうですね、僕自身はまとめようとは思ってなくて、バラバラでも勝てたらいいと思います。極論を言えば、でもやはりそれではなかなか勝てないし、実際それで勝ってるチームはないかもしれないですね。でやはり僕からみんなまとまれっていうんじゃなくて、一人一人がまとまらなければいけないっていう風な、考えを持ってくれて、最終的にまとまるのが一番いいと思うので、多少ね尖った選手や、個性の強い選手が、少し、はみ出す時もあるとは思うんですけど、それもいい色として僕は捉えていきたいので、やはり選手たちが、ね、一人一人がチームのためにやる、自分のためにやるというふうに思えば、おのずとまとまるんじゃないかなと思っています。はい、今少し選手のお話も出たんですが、この新シーズンのチーム、どんな状態でしょうか。スタートの時点ではやはり、全体でいいと思います。多少怪我人は出ましたけれども、本当に誰がゲームに出ても遜色ないレベルでやれるので、そういう意味では非常に今年のチームの選手個人個人の能力は非常に高いと思いますね。であと、ルーキーといいますか、下部組織から上がってきた選手もいますので、そういう選手たちをどういうふうに育てていくかっていうのも、またクラブとして、しっかりと、やっていきたいなと思います。残留組の選手、そして新加入の選手、融合っていう部分はどうでしょうか。やはり残留してくれた選手が、たくさんいるというのはすごく大きいですね。僕が新加入の選手に1から10いうところを、やはり5ぐらいで、収めとけば、あとの5は、残留の選手が言ってくれるというところもあるので、そういう意味では非常に助けられてますね。その残留してくれた選手
が、本当に新加入の選手をうまく融合させてくれてるなというふうには感じます。特にこう注目しているというかキープレーヤーとなる選手というのは。そうですね、まあ、全員なんですけれども、まあ、強いてあげるならやはりその残留組でいうと、まあ、前の選手、近藤選手なんかは、ね、そういう伝えるっていう役割を言葉でもそうですしプレーでも示してくれるので非常に、期待してますね。それぞれ個々のこう能力がある選手どういうふうにこう使っていくかっていうところもこうファンとしては見どころの一つだと思うんですがチームをどんなふうに導いていきたいですか。そうですね、もちろん、僕たちのチームスタイルというのはあるんですけれども、まあ、ただやはり選手が、どういう個性を持っているか11人、グラウンドの中で、出る選手によっていろんな顔を見せれるチームになればいいなと思っています。なので最初からもうこうこうこうっていうところは最低限に留めておいて本当にこうピッチで、選手たちが熱中して、躍動できるようなフットボールを展開したいので、まあ、本当に選手たちには、まあ、そういう個性のところっていうのは十分に出してほしいなと思ってますね。はい、もうちょっとこういうところを見ると今年の愛媛 FC よりゲーム楽しく 見られるよっていうようなところは。あ、そうですね、でもやっぱサッカーをあまり知らない人が見ても面白いと思うのはやはりゴール付近だと思います。それはサッカーを知っている人も知ってない人もみんな同じだと思うんですよね。なのでやはりゴール前の攻防をしっかりと見てもらいたいなと思います。はい、でもそのあ本当にあ入りそう、あ入りそうだけど止めたとかキーパーがナイスセーブしたとすごいな、でもそれこそが本当にサッカーの本質だと思うのでもうそういうふうに楽しんでもらえれば細かいルールっていうのは自然と覚えると思うので覚えなくてもやはりそこのゴール前の攻防っていうのはすごく楽しい部分があるので、見てもらいたいですし僕らもそういう場面を多く増やせるように、特に攻撃の方で、ね、しっかりとやりたいと思います。さて愛媛 FC としては今年が14年目のシーズン、もうチーム関係者、選手、スタッフ、そしてファン、サポーター、みんなの思いは一つだと思います。この新シーズンに向けての意気込み、抱負、メッセージを込めてカメラに向かってお願いします。はい、本当にいつも、皆さんの声援ありがとうございます。で本当に期待していただいているシーズンだと思いますし我々も自分たちに期待したい、シーズンでもあります。で今年はやはり J1 を、ね、常に意識して、やっていきたいと思います。ただその J1 を意識するっていうところはやはりまずは、J2 をしっかり残留することでそこから一桁順に行くこと、プレーオフ圏内に行くこと自動昇格を狙うことと、まあ、そういう順番になると思います。ただ常にやっぱり一番、てっぺんにある昇格というところはね、常に意識できる、意識を超えて目標にできる、シーズンにしたいと思いますのでまた、応援のほどよろしくお願いします。愛媛 FC 川合健太監督に伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか。今シーズンの選手たちの活躍にご期待ください。